予告編、暴力ハトバは、1957年1月29日にアメリカ合衆国で公開されたモノクロ映画、赤狩りでテレビから舞台に移っていたマーティン・リット監督のデビュー作である。2年前に放映されたテレビドラマの映画化である。白人と黒人の友情というテーマがまだ理解されず、南部では上映されず一部の館では上映を拒否されて、 工業的には振るわなかったが、好意的批評は多かった。マンハッタンのウエストサイドに何かに追われるように、革ジャンの若者が食を探しにやってくる。スてを頼って親方のチャーリーに雇ってもらうが、ドックには白人で横暴なチャーリーの率いるチームと黒人で人情味あるトミーのチームに分かれていた。アクセルはトミーと家族ぐるみの付き合いにまでなり、 トミーの奥さんから友人ヘレンを紹介されたりもするようになる。アクセルがトミーのチームに移ったところ、アクセルが軍隊からの脱走者であることを知っていたチャーリーは脅しをかける。ドックから逃げようとするアクセルを止めようとするトミーに捕まると20年の刑が待っている身であることを告白する。ある日、アクセルとチャーリーの口論に仲裁に入ったトミーに、チャーリーは黒とののり、 二人の間でとうとう決闘が始まる。結局トミーはドッカーズフックで刺されて死んでしまう。警察の捜査が始まってもドッカーたちは協力的ではない。あれは真っ当な勝負だったからというので誰も証言しようとしないのである。家族のもとに身を隠そうとアクセルがトミーの未亡人に別れを告げに行った時、あなたはトミーの友人ではないとメンバーされる。 アクセルは監獄に入ることを覚悟で警察に出頭しようとする。それを止めようとするチャーリーと格闘となる。半死半生の目に合わせたチャーリーの体をアクセルは引き込み線の上をどこまでも引きずっていく。ッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。